雷の呼吸の剣士たち。雷の呼吸の剣士とは、育てである桑島二五郎と弟子の吾妻善逸、海学の3名につけられる名称。しかし原作では桑島二五郎を含めた3人の関係性はあまり語られることはなく、単に雷の呼吸を使える剣士としてグルーピングされがちです。ところが雷の呼吸の剣士たちのそれぞれの描写を深く見ていくと、作中では明かされていないエピソードが見え隠れしてくるんです。ということで今回は雷の呼吸の剣士たちの隠された秘話について徹底解説したいと思います。今回徹底解説会となってますので、いつものように画面に全集中よろしくお願いします。それではどうぞ。雷兄弟。兄は海学、善逸とは血がつながってないものの兄弟子的存在で、元なり柱の桑島二五郎の下で共に修行を積んでいました。師匠である桑島のことを先生と呼んでいることからも、性格は非常に真面目な男です。弟は吾妻善逸、主人公釜野炭治郎と共に最終選別を突破した同期隊士であり、臆病で泣き虫なんですけども、一度眠りにつくととんでもない力を発揮する居合の達人。その二人は元柱の桑島の下で共に雷の呼吸の流派の修行を積んでいましたが、真面目で努力家の海学に対し、善逸はヘタレで修行も逃げ出してしまうほど性格は正反対であり、二人の仲は決して良くありませんでした。そんな中でも師匠の桑島が海学を見習えと檄を飛ばしていたこともあってか、善逸は海学を嫌っていたんですが、真面目な海学を陰で尊敬していました。そしていつか肩を並べて共に戦うことを願っていたんです。しかし海学のその真面目さは度を越してしまい、いつしか傲慢で独善的な人間になってしまいます。もしかしたら元からそうだったのかも。自分の才能を正しく評価するものが善で、自分を正しく評価できないものが悪。第145話のセリフからも、真面目で努力家であるがゆえに自分は認められて当然だという強い承認欲求を抱えていたんです。海学は評価されていない、そう感じた理由の根本には善逸がいました。海学は善逸を嫌っていた最大の理由は、善逸が泣き虫で育児なしだったからではなく、善逸が雷の呼吸1の型しか使えなかったのに対し、海学は雷の呼吸1の型だけが使えなかったからなんです。だからこそお互いを補うために、師匠の桑島は2人を共同で後継者にしようと考えていた。なぜ俺が弟弟子と同列に扱われるんだ。俺は正当に評価されていない。そんな海学と善逸の運命は、海学が上限の1黒死亡に遭遇したことで大きく動き出します。黒死亡の圧倒的な力の前に、海学は命乞いをし鬼となります。そして場面は無限上編に移り、第145話で上限の6となった海学は善逸と死を消し、皮肉にも善逸が編み出した方、この雷鎚の神で海学は死んでしまうんです。そんな何から何まで正反対の2人ですが、お互いの名前にも意味が隠されているんです。善逸の善にはいい行いという意味があります。鬼を前にすると臆病になる善逸なんですけども、人としてはいい部分をたくさん持っています。どれだけ不利でも、どれだけボコボコにされても、それでも守り続ける、耐え続ける男なんです。また善には仲良くするという意味も含まれています。同期隊士の炭治郎や猪之助と仲がいい善逸、さらには兄弟子海学に対しても返信のない手紙を出し続けて仲良くしようとしていました。対して海学の海とは、悪賢いという意味を持つ漢字です。善と悪、つまり善逸と海学は対をなす名前になっているんです。もしかしたら海学は心の底では気づいていたのかもしれません。善逸が自分にないものを持っているということに、そしてそれを持っている善逸が羨ましかったのかもしれない。雷の呼吸との関係。善逸と海学の亀裂を生んだ雷の呼吸なんですけども、実はこの呼吸にも秘密が隠されているんです。雷の呼吸は多くの流派の中でも、その全ての基礎となっている五大流派の一つで、呼吸による力を足に集中させ、神速の踏み込みから雷光のごとき速さの斬撃を繰り出すことができます。そして雷の呼吸は1の型霹靂一閃から7の型炎雷鎚の神まで登場しますが、善逸は1の型しか使えず、海学は逆に1の型のみ使えません。このことから2人に亀裂が走り、最後は善逸だけの型、7の型炎雷鎚の神で決着がつくんです。そしてこの炎雷鎚の神は、人と鬼、善逸と海学の関係自体を暗喩しているんです。そもそも炎雷鎚の神とは、日本神話のイザナミの御事の体に生じた矢柱の雷神のうちの一柱です。全矢柱の雷神は炎雷鎚の神の他に大雷鎚や成雷鎚など7柱いるんですけども、なぜ七の方は炎雷鎚になったのでしょうか。それは他の雷神と違い、火を司る雷神だからなのではないか。
少し話はそれてですね、善逸が使う一の方霹靂一閃といえば、よく晴れた日に突如として雷が生じるという意味を持つ有名な古事成語の晴天の霹靂が連想されます。そして晴天といえば太陽です。つまり2の方から6の方が雨の中の雷を表す中で、善逸の使う方はどちらも火や太陽の意味が込められているんです。太陽の下では死んでしまう快楽は、太陽の意味を込められた方を使えず、逆に鬼を倒せる善逸が使えるからこそ太陽の意味が込められている。使える方にも善逸と快楽の対照性が込められているんです。桑島の火は育ての一人であり、善逸に雷の呼吸を教え、剣士として鍛えた師匠、桑島治五郎。その姿は髭を生やし、左頬にはどっかで見たような傷跡がある人物です。またですね、35歳の時に鬼との戦いで片足を失ったこともあり、左足が義足となっています。ちなみに左足を失ったことで柱を引退したとのこと。そんな桑島はですね、雷の呼吸の後継者として一の方しか使えない善逸と一の方だけ使えない快楽を二人揃って後継者にしようとしていました。しかし善逸と快楽は仲が悪く、さらにプライドの高い快楽は桑島のこの考えに納得できませんでした。しかしなぜ桑島は善逸と快楽は仲が悪かったのに二人を後継者にしようとしていたのか。それは善逸が善逸にしか使えない型があるように、快楽は快楽にしか使えない型がある。桑島は二人でお互いが足りないところを補ってもらおうと考えていたんです。しかしそんな思いは裏切られます。上限の一黒死亡と遭遇した快楽は、黒死亡の圧倒的な強さの前になすすべなく命乞いをしてしまい、結果的に黒死亡も命乞いを受け入れ、快楽は鬼となってしまうんです。そして桑島は雷の呼吸から鬼を出してしまった。死としての責任を感じ、切腹して自害してしまうんです。善逸は鬼となった兄弟子と決着をつけるために、何よりも桑島の敵討ちのために鬼狩りに挑むことになっていくんです。その後無限上編に突入し、第143話で善逸と改革は相まみえます。そして善逸は自力で編み出した七の方ほのいかづちの神によって快楽との因縁に決着をつけます。そんな善逸を見た桑島の目には大粒の涙が流れ、まるで死に最後の言葉を残すのでした。お前はわしの誇りじゃ。そんなですね、桑島は元なり柱ということもあり、相当な実力の持ち主なんです。全集中の呼吸の基礎となる五大流派の一つ、雷の呼吸の使い手であり、善逸が一の方霹靂一閃を使えること、快楽が二の方稲玉から六の方伝言雷言まで使えることから、桑島もこれらの方は使いこなせるものと思われます。ちなみにですね、善逸が雷の呼吸で得得した一の方をですね、極限まで磨き上げ独自に発展させていったことは桑島の教えに由来しているそうです。最後にですね、素敵な一節を紹介して締めたいと思います。元水柱の鱗滝左近次には名前には滝が、元炎柱煉獄真珠郎の名前には煉獄が使われているように、それぞれですね、流派と密接に関係する名前となっています。もちろん桑島治五郎の名前にも深い意味があります。まずは名字の桑島は雷と関係があるんですけども、あの菅原の水種も関わっているとか、煉獄の神として祀られるかの有名な菅原の道真、太宰府に流され失意のまま亡くなったことでも知られています。そんな菅原の道真の伝説として名高いのが清涼殿落雷事件。太宰府へ左遷されてしまい、そのまま死んでしまった道真は死後、その怨念からか雷神と化してしまい、自分を太宰府へと追いやった人間たちをその雷で殺しているんです。しかし伝説によると、道真の所領地にあった桑原にはなぜか雷が落ちなかったとのこと。この伝説を聞いた人々によると、桑原の地名にあやかり、桑原桑原と唱えると雷を回避できると言われていたんです。そして治五郎です。治五郎の字とは慈しむ、つまり可愛がり大切にするという意味で、悟、つまり悟るとは本質を見抜くという意味です。誰よりも弟子を愛し、本質を見抜く育て桑島治五郎。善逸に厳しくしていた裏では、誰よりも愛情を注ぎ見捨てなかったんです。そして悟っていたのかもしれません。一の型を極めた先に、善逸は新しい型を生み出すこと。